さあ、えー、本日のアンケート「タコ対決あなたはどちらが好きですか? A」「A どちらかというとタコス B どちらかというとタコライス」これは決めにくいですねあの正解はですね僕 C の半分半分なんですけども今日はそうはいかないんで2択なんでねー頑張って決めてくださいどっちかにはい。 はいおめこちゃんどうもありがとうございましたはいありがとうございましたもう選びにくいと思うんですけどもう頑張って選んでみてくださいねいやー際どいですよねこれはタコスとタコライスどっちにしますでも私はやっぱりタコライスですあれなんでしょ米が好きだからでしょそうなんですお米大好きなんですよお米好きそうな感じするよはいうん。昨日もタコライス実は食べたんですけど夜ご飯にはいもうお米たっぷり入れて 野菜もいっぱいかけて。あ、うん、自分で作って。あ、自分で作りました。いいですね。はい。はい、タコライス楽ちんなので、ちょっと帰りが遅くなった時とかは。うん、もう今日はタコライスにするかっていう感じで、お肉炒めて、野菜切って。うん、チーズのっけで、チンしたらもう出来上がるので。うん、なるほど。はい。作ってますよ。僕も、どっちも好きなんでね。はい。そうですよね。本当は半分半分がいいんですけど、はい、うそうもいかないんで。 でもたまにこう、うん、テイクアウトとかで持ち帰る時とかは、うん、こう小さいサイズのタコライスを買って、うん、タコスを2つ買って<ー>両方食べますね私は,はい、はい、これねあの、うん、まあ僕もタコライスかなって思うんですよはい、うん、なぜかというと、うん、タコスの場合はあの皮がいろんな種類あるさ、はい、お店によってそうですよね パリパリのやつとソフトのやつとしんなりしてるやつ。はい。なお店によって違うんですよねタコスって。うん。だからそのお店の皮食べたいから行くみたいなところがあるので。へえ。はいはいそうなんですよ。そうなんですね。だからこっちだったらタコス。ああ。こっちだったらタコライスみたいなのありますよね。えヒプさんタコスだった場合はどっち派なんですか。パリパリ派ですか。うん。やわらかい。これもねこれも両まんだよ。うん。これも決めにくいんだよ。 気分かその時の近くにあるのってなるんでどっちも別にねうまいんですよ。いし全部しんなりしてるやつもあるし全部パリパリなやつもあるし曲がってるところだけしんなりして先っちょはパリパリなやつもあるしもう全部うまい。そうなんですよねこれ考えた人偉いよね。偉い 本当に偉いと思も。熱的に食べたくなりますよね。本当ね。週週一ぐらいで食いたくなるな。タコスね。美味しいんだよ。実は僕も昨日あの買って、まだ食べてないんですけど、あるあるんですよ。タコライスが。食べよう。帰った食べよう。放送が終わったら。ああ。うん。 でもこうお店によってミートの味も変わるじゃないですかはいはいあ,のあれも違いますよレタスのなんていうのかなあ<ー>シャキシャキのこの細さ違いますね、うん、大きいところと細いところとそうそうそう僕は細いのが好きかなあ奇遇ですね私も一緒ですうん合うでしょそれはね <laughs> <laughs> 私も細いのが好きで昨日はもう千切りぐらいの細さにしてのせて<ー>はい作りましたけど ね、うん、チーズもね。チーズ。チーズも絶対僕はないとダメですね。あ、チーズもなんか最近バリエーション豊富になってますよね。豆乳混ぜて、こうちょっとトロトロってしたようなああ上からさーってかけるようなチーズだったりとか。あ、えー、そうなんだ。あ、あるんですよ。チーズあの普通の板チーズこの切ったやつじゃなくて。板チーズ切ったやつもあるんですけど、うん、こうカフェとかでたまに見かけるのがこう豆乳入れて。うん チーズと豆乳混ぜてこう固まらないチーズをかけてるものとかもあったりして時間経っても柔らかいんですよ、うん、へへカフェ行くのカフェ大好きですよカフェ飯ってやつはい、えー、おしゃれ飯な <laughs> おしゃれ飯たまに行きたくなるんですよねあれ結構するよね値段ね、はい、あお値段はしますけどやっぱりこう、うん、普段頑張ってるご褒美として自分にちょっと はい今日は頑張ったから食べようかって言って食べてますねこのフレーズよく聞くんだよな <laughs> 自分へのご褒美にって女子がよく言うやつですよねあもう本当に自分が甘やかしてあげないといけないですから自分はあそう、うん、<laughs> たまにはたまにはあ毎日じゃなくてそうです毎日ではないですあそう、うん、あんまりわかります男性からこのフレーズ聞かないのわかります<う>自分へのご褒美っつって これ絶対女子のフレーズなんですようそうなんですか聞かないでしょ男性が十分へのご褒美に言ってそう,ですか、ね、うちの夫はでも言うかもしれないです十分へのご褒美って、うん、ご褒美何もらってんの何やってんのあ、でもおやつを食べてます小学生かよ <laughs> <laughs> あそうそう冷蔵庫からチョコレートとか出してきて食べてますね <laughs> これ自分やのご褒美だろうけ、ん、普段からあげたらいいさ <laughs> 普段からあげてないからじゃないの食べるなって言ってるんじゃないの、えっと、夫も一緒に今あの食生活改善中なので旦那様甘いの好きそうなんですよ甘いのも辛いのも好きなのでいいえなじゃあお菓子全然減らんね減らないですねあんまり僕の周りでは男性だから言わないですよこのフレーズ 自分へのご褒美ってえー、あれは言いますよ <coughs> あの「今日仕事頑張ったから帰ってからビールのもん」みたいなあそれと一緒ですよえっ、ー、違う違ういやご褒美っていうフレーズって絶対男性言わないでしょあんまりええー。うん頑張ったからビールのもんは言いますけど、うん、よっしゃ夜のビール目指して頑張ろうとかねなるほどそんな言い方しますけど自分へのご褒美っていう感じのフレーズはあんまり言わないですねなんかこうご褒美っていうだけでちょっとランクが少し上がってるような うんうん。今日は、なんか私頑張ったぞって、こう。自分に対する、こう褒め言葉というか。なるほど。にもなってるのかなと思います。言葉自体がね。そうです。そうです。ご褒美という言葉。自ああ、なるほどね。どうしました。いえいえ、納得してるかなと。思って納得してますよ。本当ですか。言葉自体だって、ご褒美っていう言葉だからね。はい。頑張った人にね。うん。はい。 大事ですよ。大事ですよね。うん、ご褒美たまにね、<ー>自分にもあげてあげないと。ね。はい。はい。<laughs> 大丈夫ですか。大丈夫ですよ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。はい。いや何で笑ったかって言ったら、おじさんは絶対言わんなと思って。言わないですよね。ね、ほら、頑張ったビールのまま言いますけどね。 はいえー、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから東目牧子アナウンサーでしたはい本日のアンケートをですね「タコ対決あなたはどちらが好きですか? A」えー「A どちらかというとタコ酢がいいね」B「B うん、うん、どちらかというとタコライスがいいね」はいうん選びにくいんですけど B ですかね今のところタコライスが多いですね最近食べた回数でいうと。 これね誰かがさっきちょっとツイートもしてたんですけどあのねご飯として食べる場合はタコライスがいいかなうんねお酒飲みながら津波として食べるのはタコ酢ですねビールとかとね何時に食べるからで結構違うんですねだからねうんはいいきましょう一発目ピンクレモネードさんこんにちは 迷わずタコスタコスあのタコスの皮、トルティーヤたまらん。トルティーヤの皮をコンロで軽く火炙りして、そのまま食べるもよし。カリカリトルティーヤでタコスをすくって食べるもよし。カリカリのトルティーヤを細かく食感を残すぐらいで、タコスサラダにかけて食べるもよし。ああ、タコス食べたくなってきた。テーマ書く前に、冷やし中華買ってもうた。<laughs> ま、真逆。真逆っていうか <laughs>。 息子は体調悪い時もおかゆ作ったらあんまりお腹空いてないからいらないと言いタコスだとおかわりしよったよタコスラバーなわが家昔アメリカでタコスを食べる時頭を傾けるから頭が横向きに固まった人が出てきてあタコス上宮だなみたいな CM あったよ <laughs> チワワとタコスみたいなじゃあタコス食べたい言いながら仕事しますよんなあわっしちょいはいピンクレモネードさんありがとうございます 何ですかこの CM アメリカでか現地でかタコスを食べるき頭を傾けるからあこうってことほんでみんな店からこの状態で出てくるってこと <laughs> <laughs> あれタコス食べたるなっつって <laughs> は,、えー、はいありがとうございますこんなって食べません、まあ、ラジオでこんなって言ってもあれですけどえっとねあ違うなこうこうなってるやつこう上挟んで はみ出さんようにしてねレタス類がはみ出さないように捕まえて湿めてあこうだなはいはいはい横からだな縦には食いにくいなはい <laughs>、えー、こんにちは古田大好き27ですこんにちは速攻迷いなくアンサーは A 大体姉さん姉さん方は A だなタコライスはじゃあどうよなんでご飯の上にタコスを乗せるのありえん これが沖縄のソウルフードなんて認めませんわ <laughs>、はい、古田さん海も嫌いだしねタコライスも邪道っていうからもう沖縄でね <laughs> はいありがとうございますビーチパーティー設定かねって <laughs> なんなんな暑くてや砂がいっぱいあとこへご飯食べるかって欧米もいっぱいいるところで <laughs> だから楽しいやしって思うんですけどねはい、はい、タイヒップさんスタッフの皆さんラジオ沖縄の皆さんこんにちはヤンバル福クギ木からリリリスマイルリンダですはいこんにちは、えー、今日のメッセージテーマアン,アンサー A ですリンガはタコスをビールのお供にいっぱいいっぱい食べたいさタコスとビール相性抜群だから海岸で次の仕事休みにいただきますはい スマイルリンダさんんありがとううございますそうなんですそなでだからね言った通りビールとだよって言うんだったらタコスにするかなあの辛いソースもちょっと多めにしてね、うん、でその時はですね皮硬い方がいいな何かわからんけどビールと食べる時はパリッパリのやつがうまいかなあ、うんはい、ありがとうございますあてっこ えー、アンサーは断然 A P ですこんにちは、えー、やっぱ姉さん方無理ええやつさご飯じゃないよっつってねタコスの皮はパリパリより柔らかめのが好みギュッと巻いて肉チーズレタストマトソースが一緒に口に入るように食べたいタコスはお外で食べるものだけどタコライスは簡単にちゃちゃっと作れる家で食べるものなるほど私の中ではタコライスより絶対タコスタコライスはランクがチョイスしたっていう感じですじゃあ これだ、理由姉さん型のなんでご飯はおうちにもあるのよなっつってあの皮はおうちでは焼けないさなんでわざおうちにの注文するかっつってポーク卵と一緒ですよ食堂の「バカじゃねえかあんた」っつって <laughs> <laughs> いや食堂のおいしいんだよポーク卵ねおうちでも作れるのにっつってあなたはどちらが好きですかタコスタコライスはいねえ 皆さんイーブさん今月はあの「迷子を揃えて完成させよう」シリーズに86が出たのを知って「おお!」ってなったイケペイですよアンケートはヤシが「なんでレヴィンじゃなくてトレノダバーの B」あれみ完成させた人います会いたいたんでです僕あれ全部最後までやったよっていう人にねまずねはい、えー「イケペラダムスが予言しましょうね今日は B の圧勝っすよ」 やはり日本人たるもの米がないと、それにタコスって神鑑定しません。あれ、絶対にメキシコ人もヒッチこぼして歩いていますよ。まあ、そうですね。絶対こぼれるな。何かしらな？まあ。でもあれはあんなって食べるものじゃないのでいいんじゃない？俺はもあのこぼして落としたらもったいないからって、邪魔のなケース持って食べますけどね。だからね。うんはい。ありがとうございます。 うん圧勝とはちょっと今のところ言えないんだよななんでタコライスにするのご飯はお家にもあるのにっていう意見が聞こえてきてますよ。はい、ハローヒープーさん南部の帰国子女ですこんにちはタイピングミスも素敵に読んでくれるヒープーさん大好きですしてアンサー B 私タコライサーなので <laughs> 絶対タコライスでこのまま初めて聞いた。<laughs> インンフルエンサー的なねタコライサータコライスを世に広める人でしょうね多分ね前は週1夕飯にタコライス作ったら家族から批判だったので今は月1にしています私のタコライスはお肉レタスオアキャベツキャベツがシャキシャキで美味しいパクチー大量ハラペーニョソース最後にチーズですあ今日はタコライス食べよ安心俺本当に初めて聞いたなタコライサーの。 南部の帰国子女さん、ありがとうございます。タコライサーはタコライスを勧めてる人ですよね。が好きな人ですよね。タコス好きな人はタコサ。<laughs> そのままやし。<laughs> あんた、あんた、誰さ、タコサ。は <laughs> <laughs> ありがとうございます。キャベツってよ。食べたことあります。キャベツって。ああ<ー>、まあ、まあ、とんかつについてる感じのあれぐらいの細さ。 パクチー大量にパクチーもないです僕タコスにあーああのとんかつについてるぐらいの感じでしょうねあれより大きかったらちょっとキャベツキャベツ感がすごいくないですかなんかね、うん、皆さんご機嫌いかがチーム取りどしクロちゃんですこんにちはアンケートの答え B トルティーヤが「 パンかどうか微妙ですがパンかご飯だったらほぼほぼ100%ご飯派ですクロちゃんそんな感じするね我が両親が米どころのかっこ新潟県と福島県だったので幼少の頃からパンはあんまり食卓に乗りませんでしただから今でもご飯を選んでしまいますそれでは今週も元気に参りましょうということではいそうか米どころにとってやっぱあんまパン出ないんだ食卓にそうだよね美味しいお米があるんだもんね はいありがとうございます。うんないにもありますタコライスってタコスはありますよね。だってあれメキシコの料理だもんね。でメキシコにタコライスはあるんですか。逆にないないよね多分あなたは食べないでしょ多分ね。俺沖縄の人が考えたでしょ多分ね。こんにちはチェリーじゃないジェラーですこんにちは。アンサー B だね。 別にタコスが嫌いとかじゃないけど食べ慣れてるからタコライスがいいかなっていうか49年間生きてきて10回ぐらいしかタコス食べたことないなおいしいのになんで食べてこなかったかなあたぶ近くに売ってるところが少ないからだぜねで昔タコライス専門店でタコライスを頼んだらチーズとかレタストマトが乗ってなくてご飯とひき肉だけだったわけさ店員に聞いたら あちゃんとタコライスチーズとかで注文しないと乗らないよと言われたから追加でチーズとかトマト注文したよ若いみひゃシェービロイはいえー、チェリーじゃないジラーさんありがとうございますあんまりお店行ったことないですか書いてありますよえー、タコライスタコライスレタスタコライスレタスチーズって書いてますよ確かね 僕はもう絶対この全部載ってるやつです。はい。あれだとそうね、あれだけひき肉だけだと全然あれですね、なんかね。はいさいつも美人の味方、チーム親子代表取締役、エロザイルです。こんにちは。早速、アンケート B。タコスって食べたことないはず。わしが昔タコライス買ったとき、場所移動して食べようとしたとき、割り箸が入っていて、少しイラッとしたな。タコライスに割り箸はないでしょう。では、時間まで頑張ってください。 そうだね。これは激しく同意だな。あれ、スプーンだな。絶対な。はい。タコス食べたことない。俺まあまあ衝撃ケー <laughs> なんでね。こんにちは。鎖骨捜索中です。こんにちは。アンサー B うーん鎖骨4。8年間で一度もタコスとやらを食べたことがないさ。美味しいのして、鎖骨はチーズが無理だから、いつもチーズ抜きのタコライスを注文するね。 某ハンバーガー屋さんのハムチーズサンドを注文する時もチーズ抜きでって注文するよ面倒くさい客だよね <laughs> はい,い,いなこれチーズ抜いたらあと何が起こるかこれ <laughs> <laughs> はい鎖骨捜索中さんここにも一人いるな約50年間タコスを食べたことがないってなんでねえ安心晩ねあるのねお店ええー <laughs> うまいっすよタコスもうん多分あの後でいろいろおすすめのお店とかもね聞けるかもしれないんでぜひ行ってみてくださいね。Twitter でまっすぐマッスルさんが「本日のティーサージパラダイス」は番組の途中で「タコスとタコライスの差し入れがあるパターンで2つとも食べておいしいおいしいする日です」。「ハハッッシシュュタタグ差し入れハッシュタグ僕はやりませんが」。 ハッシュタグ当たったらお米券くださいっていうことでね,ねえもうこれに関しては僕全く否定してないですね <laughs> <laughs> あははこのパターンがあったかと思ってありがとうまっするねえ僕からは何も言いませんよただもう一ねタコスの話してる一生懸命やってる人もいるよっていうことですよ皆さん。<laughs> 天気法最高気温34度予想。私的最高気温40度の東京からタンタンのままです。ああ、体感ね。体感40度ってことですね。私はタコライス派。沖縄に行った時は必ずキンタコ行きます。はるばる緊張まで行きますよ。一度行った時から中毒になり、ヒープーさんと同じで週一くらいで食べたくなります。家でも作りますが、到底キンタコにはなりません。しかし、子供たちからは大変好評で、何食べたいと聞くと、タコライスーと言います。 私もタコライスを食べたいので誰かウーバーで届けてください念のためタコライスプレゼント係に回しておいてくださいあるってプレゼント係タコライスプレゼント係逆なんだよ今日はプレゼントしてくれないかなっつってるけ今 <laughs> はいありがとうございます金タコはい僕昨日買ったやつもこれです蓋が閉まらんやつねあれがいいんですよね蓋が閉まらんでちょっとレタスがこぼれてしまうっていう感じねあー 皆さんこんにちは横浜のひろぽんですこんにちは早速今日のアンサーは B ガツンと食べたいからやっぱりライスですねちなみにタコスは食べたことありません<え>タコライスも沖縄土産でタコライスの元を買って家で作ってもイマイチなんだよな沖縄の太陽の下で食べると美味しさ倍増ですそれではまたタコス食べたことない、うん、あでもまあうん沖縄だったら珍しいかなと思いますけど泣いちゃった食べたことない人が多いのかな そんなに街中にないのかないないか沖縄いっぱいあるもんねタコスはね、うん、はいありがとうございますこんにちは神奈川県川崎市より川崎のシオンですこんにちはうんその2択だとタコライスですかねタコスを食べたくなることはほぼありませんがタコライスは無償に食べたくなることがあるので沖縄への願望の表れかもしれませんねでは、うん、今日も放送最後まで頑張ってください 沖縄感なのかタコライスってはい川崎のしほんさんありがとうございますまた沖縄に住んでるが沖縄感はないですけどタコライスは内地ねあタコスは内地にあったとしてもタコライスはないって感じですかね沖縄にしかないって感じですかねうんはいさあ皆さんね タコライスの口鳴ってますよ今あ <laughs> と個ジェリーじゃないジュラーさんあは今日はタコライスとタコスの差し入れを狙っているんだないやー僕が言ってる今リスナーさんが言ってるんですよこれはねね <laughs> <laughs> ツイッター「平けごまちゃんだお口がタコライスしたから買いに来たのに、えー、券売機が使えない上にデイジ込んでた」。 1>, 1個のために20分待ったさうりひゃーもう食べたくなっ,なってる人がいっぱいいますよあとね下鴨家のものさんからさっきからタコスって何度も聞いててジョジョの有名なこのシーンを思い出した安倍氏秀部に匹敵するインパクトある悲鳴っていうことで漫画の絵が載ってるんですけど戦闘シーンで殴られた相手がタコスって言ってますねう <laughs> <laughs> りゃータコスって言ってますね 初めて知った <laughs> よくこんな情報知ってるよねすごいね皆さんこんにちはイ代コですこんにちは昨日はたこ焼きタコスを買いましたタイムリー私はタコスが好きですいやもちろんタコライスも好きですどちらかというと野菜と肉が味わえるのがタコスかなと思っていますがっつり食べたい時はタコライスにしています地元にはタコライス屋がたくさんありますなので大っぴらにタコス好きを言ったことがありません それから、私の地域は飲んだ。後の締めがステーキではなくて、タコライスの人がポツポツいますよ。だからみんなが大きく育っているんだはず。ふふふふふ。はい、いおこさん。あは地元があれですね。やっぱりタコライス屋がたくさんあるところですね。うん、あわかるよ。締めにタコライスっていうのわかる。わかる。なんか大きな足とかなとこで飲んだ時になんかやったことあるかな？うん。 こんにちはサーベルですこんにちはお題 A ハードタイプでソースは辛みの強いのが好みです飲み物はビールあー今夜は冷やしそうめん残念メニュー変えようかな <laughs> はいありがとうございますもうみんな今タコス側に寄ってってるなタコライスっかにあ冷やしそうめんもうまいですけど「<laughs> うふあがりの島からどうもカジキ釣りました」ですこんにちはアンサー B B がタコライスで当たってます当たたっっててまますすよタコライスもタコスも作るってなったらレシピはほぼ一緒なんですけど初めて沖縄来て食べたタコライスが衝撃的すぎてレタスとご飯がこんなに合うものかと思いました内地で生野菜とご飯ってなかなか見ない組み合わせなんでしてカジキはそこからさらに進化して、えー、今ではきゅうりとかキャベツとかのサラダとご飯の混ぜ混ぜも好きです夏に最高意外と合うからお試しあれふ <laughs> きゅうりとご飯。えー、こんにちは。水に差した花です。こんにちは。今日のアンケートを b 絶対にタコライスです。甘党なのでソースをかけすぎると辛いようと泣きながら食べるのですが、それでもタコライスは最高なのです。はあ、タコライス食べたい。たまにはソースかけすぎた後、泣きながら食べたい。ひき肉とお肉最高チーズもあったらさらにね。はい、水に刺した花さん泣く必要ないんですけど、別にね。<laughs> 飯食いながら <laughs> はいありがとうございますいや俺も絶対チーズはあった方がいいなはいはい一時になりましたティーサージパラダイス午後の仕事もですね車の運転もぜひ安全第一でよろしくお願いいたしますババンのコーナーこれはもう往年のニーニーズのコントみたいですねラジオネーム島上里さんの、えー、耳がバカになってる後輩にババン なんで「ほうき持ってきて」って言ったらホース持ってくる「ペンキ持ってきて」って言ったら延長コード引っ張って電気持ってくる家を修繕する前にまず耳直せはいほ「ほうき持ってきて」「はい」ホース持ってくるそうそうそうこのホースでねこのゴミをパッパッパッってできるかはみたいなのね「ペンキ持ってきてはい」「電気持ってくる」っていうねのが <laughs> <laughs> ジョージハハ お,お笑い的には満点どうやあ <laughs> <laughs> さあでは皆さんのお誕生日をですね万味化してからにお祝いしましょうねえっとね匿名希望さんから「こんにちはいつも楽しく聞いてますはいこんにちは」えー「本日63歳になりましたベタな目標ですが健康第一ですね T サージダールバーはもう生活の一部になっていますこれからも楽しい放送お願いします」ということでありがたいですね嬉しいですねはい。 特命希望さん63歳のお誕生日おめでとうございますはい先輩ですけどどんなですかね60代はまあでも60代も楽しいっすよねうんはいウミンチュハルサーさんから「今日終わったおか末えこおかの74歳の生まれビーナと年に一度のお楽しみヒープさんのうんうんを今年も末永く健康でよろしくお願いします」ということではい ワさんのお母さん末っ子お母さん70歳のお誕生日おめでとうございますはい、えー、はいじゃあやめましょうかね7月25日お誕生日の皆さんまとめておめでとうございますはいハーピーバースデーふんほうわっはい 本日お誕生日の皆さんの向こう1年間が絶対に健康でうんそしてデージ笑える楽しい1年になりますようにおめでとうございますこっち食べてくださいね肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよはいおめでとうございますそしてえー、バター青じそさんからヒブさんこんにちはこんにちはおとといの土曜日に弟夫婦に、えー、女の子の赤ちゃんが生まれました7月って聞いてたからやがて終わるけどってマチカンティしてやったよ 弟へ落ち着いてからでいいからお嫁さんと娘ちゃん連れて遊びに来てよ。かっこ私が入院してる間に結婚してたのでお嫁さんとお会いしたことないです。あこれなんか今時の事情っぽいですねなんかね。はいではバター青じそさんたちの弟夫婦のところの女の子はい無事に生まれてきてくれて本当にありがとうようこそ沖縄へ。こんにちは赤ちゃん。うん はい。すくすくと元気に育ちますようにということですね。よかったですね。はい。おめでとうございます。はい。あの、アンケートに戻る前にですね。皆さん、こんにちは。ラジオネームエースフォーと申します。こんにちは。アンケートとは関係ないんですが、今日は T サージにお礼を言いたくてメールしました。先日 T サージで取り上げていただいたチュラパーキング利用制度。先週申請して、 専用の名札みたいなものをもらってきました。プラスチックで頑丈で死に上等。娘と出かけるときはミラーにぶら下げて気軽にドライブとかしたいと思います。番組を聞いた多くの方が認知して、そして必要な人は申請しようって思えたはずだし、今まで健康だけどバリアフリー専用駐車場に止めていた方はこれからは気をつけようって気づいてくれたかもしれないので、やっぱり聞いててよかった T ーサージです。ではこれからも毎日楽しくラジオを聞きますね。 こも頑張ってねということで、はい、写真がね添付されておりますがあのはいよく番組でもね「あの新商社用のスペースに止めてる人がいるよ」っつってあのパッと見の障害の度合いというかあれが分からない方もいるのであのミラーのところにこのフックが引っ掛けてちゃんとあの申請して止めていいっていう申請書もらいましたよっていういろんな色があるんですよね。 赤とか緑とかオレンジとか妊婦さんも含まれてるんですけど、申請してそのプラスチックのなんだ。これ名札みたいのをかけると、もう普通にちゃんと止めていいですよ。っていうあ、この車は停めていい車なんだね。っていうことなんですね。ああ、よかった。はい。で、一番のコーナーにも来ますけど、あのそうじゃない方はそこに停めないようにしてください。よっていうことですよ。逆に言えばね。はい。 さあじゃあタコスの話また戻りましょうねどちらが好きですか A どちらかというとタコス B どちらかというとタコライスはいもう食べました皆さんもう食べてる人もいるんじゃないもんもはやあらヒープーさんお久しぶりですえ金、ー、城先生から来ておりますそんなに近所先生久しぶりでもないんですよね先週確か結構採用されたんじゃなかったかなアンサータコスですね トルティーヤがソフトタイプのタコスが好きです。実はひき肉がそんなに得意ではなく、タコスはチキンかシーチキンを選びます。タコライスも食べますが、最初から全て乗ってくるものには、ミートを他の皿に分けてから、カッコ誰かにあげます。それから食べます。自分で注文できる店なら、タコライスミート抜きで注文しますが、店員さんは必ず聞き返します。ミート乗せないのと。 並んでいる客も一斉に私に視線を向けますが食べたいものを食べるので負けません私はご飯にチーズと野菜で十分おいしいですちなみに給食のタコライスはキャベツですよ生,生野菜を提供できないのでキャベツを茹でて刻んだものが出ますそれでも大人気メニューの一つですおそらく保育園や病院なども同じだと思いますでは最後まで聞いてます衝撃ですよね <laughs> これ金城先生タコライスの場合は ミートのキでって言ってチーズと野菜が乗ってくるわけですよね。これいくら取られてるんですかこれで。なんかこれほぼミートの値段じゃないのかなと思ってるけど。してタコスはタコスミートのキでって言ったらもうこのソフトタイプのあれとあその場合はこれにしてはチキンとかシーチキンにしてるんだ。へー もうこれは全般的に言ってタコスが苦手でいいんじゃないですか <laughs> <laughs> だって入ってないんだよねどっちもミート <laughs> これ苦手って言うんだよ多分無理してるんでしょだから <laughs> だってミートの木なんだよええー、はいありがとうございますあららららあそうねひぶさんこんにちはベゴニアですこんにちはアンケート B ドライブデートの金タコ 大盛りタコライスにたっぷり自家製ソース。レタスとチーズを落とさずに食べるドキドキワクワク感。彼と仲良く半分刻コ好コして楽しかったな。学校給食のタコライスはレタスじゃなくキャベツです。湯がかれていますよ。O157 以来サラダも生野菜は出ません。子供たちからしたらタコライスの方が優勝じゃないかな。あ,あれ、O157 のせいで生野菜出なくなってんだ。へえ。 あ、じゃあサラダも一回湯がか,かれてるやつが出,出るのかな。野菜ってはい。そうなんだ。はい、ありがとうございます。半分国交って言いますよね。なんでこの国交は？なん <laughs> とかやる子？こうみたいな感じですよね。交代交代やるこうでよ。ってなんでこの子は？<laughs> イープンさん、スタッフさん、面白すぎるリスナーの皆様、ティーダカンカン月曜日ですね。ラジオネーム、匿名、タイムフリーはタイムフラーです。お手柔らかに参加します。はい、どうぞ。本日のアンケートのアンサーは A です。タコスです。パリパリの皮も、もっちもちの皮も、どちらも好きです。お店によっては、チーズの種類、レタスの細かさ、トマトがサイコロ型やスライスで、 ピリ辛の別添えソース。追加も OK でありがたいですし楽しめますね。テイクアウトするときは、ふきふきのウェットティッシュと新聞紙は必須ですね。こぼし注意で新聞紙を広げて、パックを広げて、大きく口を広げてパクリ。ああ、もう、お口はメキシカンパラダイス。食べ終えたら新聞紙ごとパックを包んでおくと、車中には匂いも残らないですから重宝しています。味を思い出したら、 メキシカンロック歌いたくなりますねシャカシャカマスカラシャカシャカ免許取りたてのあの頃よくテイクアウトをして酢鍋の防波堤で食べていました食べた後はちゃんとチリは持ち帰りましたよ、うん、では午後も安全安心にこまめに換気と水分補給していきましょう乱文で失礼しましたはい写真あ写真は名護のカズタコスさんのタコスとタコライスワンコインなんです おすすめです。おお、これ五百円。ね、タコライスチーズ野菜も。うん、ええー。やばいなこれ。デージうまそうやし。これはなパリパリの皮のタイプだね。多分ねこれね。どこにあるんですか。カズって。カズタコスやって知ってます。知らない。なんかね誰かも書いてたんですよ。美味しいよって。えー、はい皆さん。名古屋のカズタコスさん。 ワンコインで買えるみたいですよ美味しそうですねまあでも名古からはちょっとね差し入れはちょっと厳しいですよねそれはねもう一時半でもあるし <laughs> <laughs> ありがとうございます皆さんこんにちはハーメイトハーモの娘ですよろしくですこんにちは早速今日のアンサーは A です絶対ターリー、チャーリータコスしか勝たんと思ってます 時々別のレストラン国レストランで買うんですが国レストランは皮生地がパリパリでまた違った美味しさがありますでもチャーリーしか買ったんですで今日も時間までファイトですはいこれはよく聞くお店ですねチャーリータコス沖縄市えーとだあの通りよなあーパークアビリュスはパークアビリューのところにあるのねはい、はい、国レストランは合わせの十字路のところにあるのかなはい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  皆さんはいチャーリー・タコスト国レストラン名前出ておりますよ、うん、<laughs> あっちにもあるの分かるプラザハウスの中に今あるかな大学の時ねあっちおいしいっつってあっちよく行けよったんだよほんでえっとねいっさの交差点反対側に曲、ま、が、ま、るわけ普天まで上がるんじゃなくてありますよねメキシコだっけあそうそうあっちも前いいんだよいやさそう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 あっちなんか 名物のなんかおやさんみたいなのがもうだいぶ前にちょっとなくなったみたいなね話を聞いたんですけどあっちもうまいっすね。うん、皆さんこんにちはチームあやこ金のシルイチャーですよ。こんにちは。してアンケートは。えー、断然タコスの方が美味しいから A だよ。自分はタコスが食べたくなったらリスナーさんがやっているはい、プラスワンに行きますよ。ああ、タコス食べたくなったなでは仕事しながら聞いてますねっていうことで。そうっすね。 ティーサージパラダイスといえばプラスワンですよね有名なリスナーさんがやってるお店ですよだジャーガルの坂に降りていく途中の,みのお店ですよだあの頭がいい高校なんだっけ休養か休養の近くです。そう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 ですよ、はい、今も聞いてますかねティーサージパラダイスヒープ兄貴こんにちは稲葉 YS55 ですこんにちは アンケートタコス派が多くてびっくりしてますのえ私は B でタコライスですよ」「二十数年前は旦那様と2人でチャタンまでタコライスドライブラブラブデートしたなあ懐かしいなあ、えー、今はタコライス屋さんに行くのは時々で自分で作ったり市販のタコライスの素かカッコホーメルとかは冷蔵庫に常に常備してます」「食べたいって言われた時はレタスかキャベツを刻んでパッと出せます」 でもお店に行くとタコライスもタコスも両方食べますけどねこないだ始めて行ったルートワンタコスタコライスどちらもボリューミーで美味しかったですよじゃあこれあれだ T ーサージに最初の頃にスポンサーなってましたよねルートワンっておそば屋さんと一緒にやってるところあっちじゃなかったかなね店舗がよまたよた 那覇のよあっちに、ね、はできてるわけよあっちあっちは前があっちょっ <laughs> とね那覇市民体育館に上がる交差点あるじゃないですかあれ上がらんで反対に行くんですよ那覇,あと那覇向けに行くと右側にはできてるんだよタコスヤが多分あっちじゃなかったかなだったと思いますはいわあそこも行こう行こうしてか全然行けてないんだよな行ってみよう猫のデコが好きですこんにちは アンケート B 私26歳の時に初めてタコライス食べたおきさ結構遅めだね旦那さんがタコライス屋で働いていて食べに行ったのがきっかけでタコライスが大好きになったよあもちろんタコスもいいんだけどね私はがっつり食べられるタコライスは最近久しぶりに金のゲートワンのタコライス食べたけど美味しかったはいありがとうございますゲートワンゲートワンだったかな違うな はい、銀あの金もね何店舗かもう近くにあるんですよね道沿いがすぐ道沿いにあるのがゲートワンかなどっちだったかな多分ねはあはあはちょっと中に入ってもあるっていうねはいうわ懐かしいあっちあんな投げ入ってないな金は皆さんこんにちは一般人チンパンジーですこんにちは B のタコライスですタコ酢は食べにくいさあるいは酒のつまみさはね中目落ちてくるし 顔も横にして口も紛いくわけで「やマンらかさ」マンド番 <laughs> あれは男の人の前では食べられないタコはタコでもタオルに摂取できて体にはいいけど <laughs> はい一般人 <laughs> 一般人さん <laughs>「やあらかさ」第1位なんだ。 タコスで第2位がルマンドっていうね <laughs> ルマンドなあれ落とさないで食べきれる人いるルマンドだってさ開けてからさ取った時点で何かしらの1枚あの薄いやつは落ちるよね何かしらあれはよ絶対ルマンドの会社でよ落とさない選手権やってほしいやつマジで。 1>, 1位になったらもうルマンド1年分みたいな <laughs> 食い込み罰金5 0 0んこんにちはアンサー B 食べ方が悪いのかタコスはひき肉ポロポロこぼすから好きくないんじゃはい食い込み罰金5 0 0んありがとうございますだからあのだらパックよパック入ってるパックよあれもちながら食べたら大丈夫よもったいないやしてこっちも食べて落ちたらまた食べればいいです別にこのパックの中だったらね あれ絶対落ちるものなんですよあれはそう考えて食べた方がいいですねはいえー、ラジオネームはるさんこんにちはアンサー B うーん,なんか知らないけどタコライスが好きです瀬長島の海鍛冶テラスの某タコライス屋さんで飛行機と海を眺めながら食べるタコライスが最高ですはいはるさんありがとうございますそうなんですよね若い時は タコライスかまあ、もしくはタコス買って海で食べるっていうの結構定番だったんですよねはい。那覇方面だったら瀬永、えー、島ですよねほんでさっき誰か書いてましたけどチャタンの砂辺の海岸の防波堤の上とかあんなところで食べるっていうのが結構定番だったんだよな今今の若い人やらないでしょうね多分これやる人はお,おじさんだよ 何 <laughs> かぐらいの年代が同じこと多分またやるんで大人になってもねあ,ありがとうございます懐かしいな,なべなんか終わった同級生が彼女の誕生日に絵描くっつってからにこの防波堤によあの夜描き終えてこの曲がったら見えるみたいなヘッドライトに当たってから見えるみたいなことそうたいんよすぐ分かりー 分かりますこんなのは分かれたら絵だけ残るっていう <laughs> ずっとさらされるっていう,もう当時みんな言ってたから砂辺「えあれの絵ならいいんどだよ」から消しえっつって「絵は <laughs> もう新しい彼女できたら上から描けばいいさ」みたいな「<laughs> のやがや彼女できたら必ず絵描くシステムや」<laughs>「デイ懐かしいイケメンボイスのイーブンさん皆さんこんにちはダブル朝のバリの髪型がトレードマークになる予定のラジオネームデイジェナポッチャリです美獅はいこんにちは」 早速アンケートを B しかしタコスもタコライスもトマトが入っているんで強いてまでは食べないっすトマトをどかすならタコライスですかねあんまり食べないんでよく分かってないっすヒブさんはタコライス屋さんなどはよく行きますかではでは最後まで放送頑張ってくださいはい、デイジナポッチョリさんありがとうございますトマト入ってた方がいいよ俺的にはトマ,トマト苦手な人多いんだよねなんかねなんだか知らんけど うんう僕的にはあのレタスの中のトマトスライスされてるやつが僕多いんですけどあれはもうごちそうですけどねうんラジオネームガマガマーさんハイサイヒープ兄貴アンケートこれ B だな多分なタコライスだなヤシがトマトが苦手だからトマト抜きで注文するよ金タコ食いたくなってっさはいうんトマトと ひき肉とレタスとチーズ一遍に食べた時の美味しさ。ご飯と最高っすよね。はい、ありがとうございます。さあ、では一曲いきますけど。そうなんですよ。月曜日はね。ヤングシリーズなんですよね。うんうん、あ、何人組かっていうやつね。これごめんなさい。どっちがグルーフ名ですか。あ、上がね。<laughs> <laughs> ミセスグリーンアップルでダンスホール入りました。 ミセス・グリーン・アップルでダンスホールという曲をねラジオから浴び出しましたけどこれは聞いたことあるかもしれんなわ若いですか3人組若い若い人にしてはあれねニリテ歌ってはいないねシャキシャキしてるねニリテ歌う人多いさ今ハサみたいな感じで歌う人多いけどこうシャキシャキ歌ってますねはいミセス・グリーン・アップルでダンスホールという曲を浴び出している中でですね 届届ききままししたたタタココススとライ両方先ほどもねリスナーさんから、あのー、名前が挙がっていたんですが、ね、ラジオ沖縄よく聞いててラジオ沖縄リスナーさんもよく行く「プラスワン」沖縄市南東場の2丁目にあります「プラスワン」さんから「タコライスとタコス」いただきました すごいな本当に夢は叶うな <laughs> ドリームラジオやすさんマジで <laughs> ありがとうございます後で美味しくいただきますねちょっと見ていいあいえないいっすねで足すとねタコライスひき肉とチーズがたっぷり入っててだタコスははい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 ハードタイプですね 皮がね。うわ。後でみんなで分けて食べましょうね。はい、ありがとうございます。来週何やります？じゃ <laughs> ステーキのことなんですか？<laughs> ありがとうございます。すいません、暑い中届けていただいて。えー、熱海地です。はいさい、こんにちは。アンケート a 昔はタコライスだったけど、この年になると量が多くて半分ぐらいしか食べきれないので、できたら米よりもキャベツ多めで食べたいです。 ちなみにタコスはタバスコが苦手なのでかけないで2個で満腹になります。ちっちゃい袋。はいありがとうございます。ああ確かにな。でも半分こうしたりしますよ。タコライス僕もまあやっぱり年取るとそんなに量は食べきれなくなってくるのかな。うん、皆さんこんにちは S.O と申します。こんにちは。早速アンサー B。 タコスも好きっすけどどっち買って食うかって言われたらタコライス買いますねいっておきますけど辛いのは食べられないからソースはかけんしひき肉の味付けがちょっと辛かったらアウトっすよ汗ラララララしますからねじゃあ時間まで頑張ってくださいあっなな、はいいいね、ちなみにあのねちなみに皆さん「汗ラララララ」は「汗ダラダラ」ですよ わかりました今歌じゃないですよ汗らららら順 <laughs> によ<は> <laughs> こんにちはチャマチャマですこんにちは今日のアンケートを B 本当はタコスを食べたいんだけど同じ値段で腹持ちがいいのはどれかで判断してしまいますはあだから痩せないんだろうなはいこれ面白いですさ2つ考え方があってお家でできないからタコス高齢 っていう意見と、え、どっちがお腹いっぱいなのか、いや、うん。お腹ね、入って腹持ちがいいの、選びなさい、ご飯でしょっつって。たこらすにしなさいっていう、二つの意見がありますね。うーん損徳ですね。<laughs> <laughs> だから。美 <laughs> 味しいから食べるんじゃないく、<laughs> いいのかな。美味しい方食べたいな。<laughs> 青木みかんさん、皆さんこんにちは。こんにちは。 アンケート B タコライスだね。あり今子供たちは夏休みさタコライスの方が腹持ちするしレタスとトマト切っておけばタコミートを作っておいてあれば子供たちが自分で食べたい分量を入れて食べてくれるしお皿も1つで済むから洗い物も少なくて夏休みの定番メニュー。なるほど。うんお母さんにとってはタコライスっていうのは非常にこうまあ割と。 作りやすいしお腹もいっぱいになるし子供たちも喜ぶし自分たちでなあったらよそってくれるしありがたいとうもう今もうあれじゃない夏休みもご飯作っても作ってもまたご飯作らんといけんみたいなことになりますよね多分ねいっちご飯のことばっかり考えてるっつって食べても食べてもうーんね大変ね、うん、はいサイヒープさんビールジ上具やヤンドこんにちは うーん迷うなーアンサー A タコライスは家でもよくやるしひき肉丼チュラサイ丼チーズ丼辛カレーソース丼ヘナヘナの生地のタコスしか食ったことないけどパリパリの生地のタコスも食ってみたいんだよなタコスタコライスはともとのきが一番あげっまただなはいビルジョーブさんありがとうございますなんまたヒージャーパイセンさんが ね、あのいいいラジオか稲川が喋ってるけどあれ硬いパリパリのって言ってたけどあれハードシェルって言うんじゃねみたいなことを言ってます <laughs> シェーブのの <laughs> がパリパリとしなしなで全然伝わりやしいって僕思うんですけど、ね、シェルンで <laughs> 皆さんこんにちは京都市の静かですこんにちはアンサー A パーティー感とか パパリパリ感を考えたらタコスに軍配が上が上りますかねタコライスはライスが重い時があるんでところでタコライスセットに入っている古包装のホットソースあれお弁当に持っていくのにめちゃくちゃ便利なんでどうにかあれだけ100個入りとか打ってもらえないですかね <laughs> はいあ静かさんもだな決してトマトは乗せないでくださいっていうタイトルですねおいしいのによこれ このついてるホットソースのなんでトマトは入ってるんじゃないのねえ。これはオッケーで生のトマトはダメだろうけうんこれこれ百個って買います <laughs> これ何にかけて食べるのかな <laughs> ええーはい、ありがとうございますラジオネームゆきえアーロンさんあげなあのどんことかっこいいヒップさん皆さんこんにちは相変わらず暑いですねこんにちは今日の大アンサーはもちろん B 毎日でも食べたいいぐらい大好き。何年か前に表参道の近くのお店でタコライスを食べたんだけど明らかに「えっ売れサラダーラに」って思うぐらいいろんな野菜が入っていたりなぜか半熟温泉卵が入っていたりサルサソースじゃなくてシーザーサラダがかかっていたりといつも食べるタコライスとは違っていて食べる前からなぜかわじわじいしたな。<laughs> <laughs> やっぱりダコライスは折り箱の蓋が閉まらないぐらい入っていて、サルサソースたっぷりつけた方が美味しいですよね。はい、雪江アロンさんありがとうございます。<laughs> これちょっとわじわじにしたってるかもしれないですよね。変に変におしゃれに仕上がってやつって、こんなのが食べたいんじゃないよ。でも書いてあるんじゃないか。これメニューに何が入ってるよ。つって <laughs> これしかなかったのかな？うん。 いやソースは絶対これですよねサルサソースじゃないとこれとひき肉はもう絶対マストだと思うんだけどな金城先生 <laughs> <laughs> コーラル金具志堅さんこんにちは関東では夏祭りの露店で焼きそばやたこ焼きの店に並んでタコスタコライスの店を見かけました逆に沖縄の祭りの露店にはないんでしょうか えー、はい、コーラル金串金串さんありがとうございます。見たことあります。言われたらないかもしれんね。お祭りではお見せ出してないよね。てああ、そっか。そっか。キッチンカー的なね。やつでだったらありますけど、確かにお祭りのあれに並んでるっていうの見たことないな。え、作りにくいんじゃね。あっちでもしかして。 このなタコスのこの皮焼い,いたりとかあんなの大変なんじゃないたぶんね。ツイッターでタクドラマサさんが「俺のツイッタータコライスがトレンドに入ってる」「<laughs> タンタンのママさんいいなイー,ープー」はいえー「旅ラジオ執筆さんタコスカムトゥルー」<laughs>「<laughs> お前イエビさんタカルの上手」<laughs>。 いや言い方よやたかってはいないよあったらいいなっていう <laughs> 皆様こんにちはラジオでも久々のアンケートを B 金の某人気タコライスと同じもしくは似ているタコライスを内地でお目にかかれたことがありません内地の沖縄料理屋さんなどで提供しているタコライスですがやはりあのタコライスの味具のバランスなど再現がかなり難しいです タコミンチですがよくよく見るといろんなものが入っていますこれとまさしく謎肉ですちなみに調べてみると、えー、金の人気タコライスは県外出店の話があるそうですが沖縄でこの味を食べてほしいとのことでお断りしてるそうです残念ちなみにメキシコのタコス沖縄のタコスは全く別物かなとネットフリックスでタコスの全てっていうドキュメンタリーがやってるのでお時間がある方はぜひタコスもかなり奥が深いですはい唇さん タコスのててっすすごいですね僕食べたことあるんですよあのメキシコに渡るこの国境でうわ全然違うと思ってはいアボカドが入ってたり酸っぱかったりしょったんですよなライブか何かかけるって言ってんかったかな全然違うやつから沖縄の方がおいしいって思った覚えがあるんですけど多分あれはもうあっちのものなんですよねあれはね、うん、ヒーブさんこんにちは匿名女子ですこんにちは。 アンサーは悩むけど B チーズとレタスは必須レタスは多ければ多いほどいいテイクアウトする時はおいレタスしたりしていたなタコスもおいしいよね皮はパリパリがいいな子供の頃家でよくタコスを作って食べてたけど皮がなくなったら残ったグーを白米に乗せて食べてたから本当は私がタコライス発祥させたと思っている思うの自由よねじゃあバイバイこんなやって思ってる人いっぱいあるすな あ聞いてんのっつってねじゃないよや <laughs> 人が減ってる見てるからインプットされてんだよ多分はいさあ放送に耐えうるメールになってるとは思いますけどして今日のアンケートをええかんなじタコスでしょタコライスはご飯としてしか食べれんけどタコスはおやつにも飲む時のあてにもなるからね大体いい俺なんかは前から持ってるけど白ご飯じゃない方が合うと思うよ パーアメリックライスとかヌーガラの味ご飯とか、はあぁプラザハウスのセンデタコ行きたくなってきたさこリアさ俺が言ってたのヒ、はあ、ージャーパイセンと同じか,かなんでかぶルバー <laughs> これ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 うまいんすよね、はい、ヌーガラ味のご飯ってヌーガティーサージパラダイス昼にボケとこ さあやってきましたよ昼ボケのコーナーということで今日もね、えー、一番面白いベストギリスト決めますはいお題「あこの居酒屋余計なことしすぎどんなの」でボケっていただいておりますよこれはもういろんな角度が考えられますよねはいいきましょうえー、今週一発目あいいですねラジオネームエイジ伊達さんの「この居酒屋余計なことしすぎどんなの」 寿司握る時板前が気合で手のひらにペッペするあこれ今絶対やったらいけないやつだな <laughs> 何時代の人やこ俺 <laughs> 続きまして池ペイさんの「この居酒屋余計なことしすぎどんなの」「<music> 客同士で揉めないように唐揚げには先にレモンかけてあげてる」 いやいやじゃあ選ばせ <laughs> 選ばさないかまた喧嘩なるんでまたもうメニューに書くかだねレモンありなし書くかだね、うん、僕は書ける派なんでね、うん、四軸低所愛好家さんの「この居酒屋余計なことしすぎどんなの」<laughs>「注文を繰り返すときにカロリーも言う」<laughs> はい えっとじゃあ「チキンの唐揚げ」はいえー、600キロカロリーですねはい唐揚げ2つ、えー、1200ですねイわんけイやいちいちみたいなね黒幕さんのこの居酒屋余計なことしすぎどんなの化粧がいつもより気合い入ってるとニヤニヤしてくる常連さんなんですねじゃあねはい,いやでもこれはさ本当に言うさ お店の人って「そんでどうしたの今日は」つって「何かの帰りね」とかね絶対言いますよね、うんはい、ありがとうございます続きまして「ひさぶにんんのこののここ居酒屋余計ななとしすぎどんなのあちらのお会計もしてみますか?」と女子グループに聞こえるように確認してくれる。<laughs> なんかこの日本語「お会計もしてみますか?」に「<laughs> やってみようかねえ」じゃないよや「のやこれ <laughs> 日本語よ <laughs> あちらのお会計いかがですか?」みたいなね「<laughs> いやいかがですか?」じゃないよやまあでもそうですね女子グループには持ってるかもしれないですね <laughs> ヒージャーパイセンさんの「この居酒屋余計なことしすぎどんなの?」 締めのそばを注文ししたら全部乗せにしてくるみんなターチだねトロトロソーキもターチ三枚肉もターチティビチもターチ、うん、かまぼこも4つ <laughs> いやだから締めロンのやつってね「モートーさんのこの居酒屋余計なことしすぎどんなの」。 魔法の調味料をかけますねと店長が何にでも勝手にマヨネーズをかけまくるもう全部マヨネーズ味何食べても <laughs> はい大阪のタクシー運転手マサさんのこの居酒屋余計なことしすぎどんなの <music> 一人で飲みたいのにサービスで近所のおばさんを横に座らせる何のサービスやね俺。<laughs> はい、ありがとうございます近所のおばちゃんかすごいな近所のおばちゃんは多分もう飯タダなんで多分な <laughs> タダにするからあっち座ってっつってね話し相手になってあげてっつってあ絶好調っすねエイジさんのあの部分の料理を出す時男性店員が股間を抑える。 いやこれねあの昼ボケで送ってきてますけどいると思います本当に「早 <laughs>、はいおじいアががががとか言いながら持ってくる人は「<laughs> <laughs> いやるじゃないよや」つって「しかも食べにくいだろお前お前やろ」お前のって言ったらっつってね <laughs> 絶対これボケでやる人いると思うんだよな俺はいラストタマティロさんの「この居酒屋余計なことしすぎどんなの」 部長が嫌いで辞める社員のための送別会にサプライズで部長を呼んである。最後にこの方来ております。部長から一言してね。あ君今まいろくん、おでありがとうねざつって。なんで国や国やだけ呼ぶなやつって。<laughs> 国やのせいで辞めるんだんにゃ。<laughs> いやから何の挨拶があるわ俺につって。<laughs> はい。で揃いました。じゃあですね本日のベストギリリストは CM の後発表しますので、はいコマーシャル。 さあでは皆さんのね、えー、ボケていただいた中から今日のねベスト荻リスト決めますよということで、はい、今週のお題がですねうん「この居酒屋余計なことしすぎじゃないなんでね?」と。はい四軸定商愛好家さんカロリーも言う <laughs> <laughs> まああの書いてあるとこはあるけどねメニューにねもう四つ目ですよっつって。 唐揚げ、ビールももう六杯飲んでますよ。なんかロリーだと思いますつってね。うるさいわやつって。<laughs> これいらんなこれな。えい、ー、じだてさん、ヤギのあの部分の料理を出すとき股間を抑えながら来る。ああ、たたたた、お待たせしましたつってね。<laughs> いらんこんなのこんなボケいらんわはし。はい、ありがとうございます。今日一はですね。えー 日本語として面白かったっすね。久々にさんのあちらのお会計もしてみますか？<laughs> お試しでみたいな。<laughs> <laughs> あ,あ、待って待っておかしくない。これ、お前の日本語ムヤが。してみますか？って言うがやってみてどうだば？ばっていうね。はい、これいいですね。今だとでは聞こえてるからそう <laughs> い,い,いいって言えんさ。あんな女子グループがいっぱい。こっちみんなみんな見てるのにや。<laughs> みんなこっち見てる。<laughs> はあ、えっと、ね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 、どっから来たのぐらいは優先じゃん。あ、そうね。つって。何食べた？<laughs> 結構も飲んでる。みたいなね。一応確認するさ。短いるわけも。みたいなね。はい。いいと思います。断りづらいな。はい。さ、ということで、この居酒屋余計なことしすぎだよ。どんなのでボケてください。お待ち取ります。はい。 じゃあタコスとタコライスの話に戻りまして筆頭信者のシャバドンですこんにちは早速ですが結婚してすぐぐらいうちの嫁さんがタコライスを作ってくれたんだけどなんかソースの味が違うわけさほ、ね、ソースどこの使ったのって聞いたらんケチャップにキムチの素混ぜたよってえうちの嫁さんの実家では普通だったってまあ美味しいけどやっぱりタコライスのソースはホットソースがいいから数年後にはスーパーで俺が率先して買うようになったよほう とわになるのかな？キムチになると、わな感じになるのかね？中華というかあんな感じになるのかな？うん、そうですね。あの同じ辛いのでもやっぱ違いますよねなんかね。うんはいありがとうございます。まこれはこれで美味しそうではあるなんか。皆様こんにちはドゥードゥですこんにちは。禁断のアンケートのアンサーはもう本当に51対49ぐらいで A タコスは家では作れないので、外に出た時にはタコスを食べたいかな。して私は内地で学生時代、まだタコライスが全国区ではない時に、友達にタコライスを振る舞ったんです。もちろん全員初めて食べたみたいで、めちゃくちゃ感動してました。レトルトで作ったけど私、天才扱いされたな。レタスを包丁で千切りにすることにも驚いてましたよ。あの頃の皆はタコライスを食べると私を思い出してくれていることでしょう。うん。ではでは。 うん、いやこれ知らない場合はまあまあ衝撃だと思いますよあの味タコライスの味って、まあ、レタスが苦手とかトマトが苦手という方いるかもしれないんですがバランスとしては僕はもう最強かなと思ってますよお肉野菜チーズね、うん、これをご飯と合わせるというね普通パンとかさその このタコスの柄とかさあれと合わせる感じじゃご飯と合わせたってところが非常にもうすらしい発明ですよねうんお疲れ様です大江戸子猫ですこんにちはアンサー A ですタコライスはよく食べているけどタコスはめったに食べられないからなたまに嫁がかってくるかなでもタコスもタコライスもよく中身がポロポロ落ちるよね特にタコライスは食べづらいからタコスがいいなあタコライスの方が食べ,や食べづらいうん 東京に1人暮らししていた時、えー、友達や同僚にタコライスを作ったからめちゃめちゃ喜んでくれたなちなみに今日ってタコライスの日じゃないよねどこかで T サーツ聞いたって言ったらタコライス半額とかあるのあないですこれはないですはいタイトル「欲の塊って書いてますけど <laughs> 特に今日そんなキャンペーンやってないんでまあラジオ聞いて「はあ、タコスタコライス食べたいな」と思った方はもう自分の好きなね お店に行ってて食べてください今日は、ね、だってもうその口なってるからねもうね。ーはいあ、えー。アンサーは A ですがうちでは月1くらいで夕飯がメキシカンナイトになります。じがタコミートをはじめいろいろな具材を作ってコーンでできたタコシェルややっぱシェルっていうんだあれ周りのね。 小麦粉でできたトルティーヤなどで具材を巻いてライムを沈めたビールで流し込みますおい、かっこいいそしていろいろ具材が余るんで翌日の昼食をタコライスにしていますタコ好きとしてはメキシカンナイトはテンション上がります、はい。タコパーって書いてますねタコパーって言った,たこ焼きのパーティーみたいだけどね <laughs> タコライスの方だからねありがとうございます夜これいいなービールと一緒に メキシカンナイト誰か演奏すする人も来ます <laughs> サボテンブラザーズみたいな皆さんが「<laughs> <laughs> アメイゴー!」っつって「<laughs> あれなんか死のしょ匠いんだよな見たことありますサボテンブラザーズ俺が一番笑った用語ですよあれマジでまだ見てない方はぜひ見てください教科書の笑い教科書の笑いできちんとベタをやってるっていうね 大人が泣きますからね敵見てから <laughs> <laughs> 怖いっつってから